会証券。はい、こんにちは。8月の30日金曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻が3時16分になったという時間帯でございます。さて、東京市場、日経平均株価のこちらの方も大引けしたというところでございました。2万トンで700円台での引けというところなんですけども、今日は12日間ちょっとずっと続いておりました。節目の2兆円まで、東証一部の売買代金2兆円まで、これをちょっとクリアしてというところで2兆円台に乗ったんですけども、どうもいろいろ債務市場関係者など、いろいろなところは話を合わせていくと、やはり月末での一部の入れ替えだとか、リバランスでしょうかね、MSCI だとか、そうした話もちょっと聞こえるところでございますが、そうしたところのちょっと調整が強まって、なんとか2兆円に乗ったというところなんですが、5番の高安、値幅は、これ、50円強ぐらいしかちょっとなかったというところでございますので、ほぼほぼ横ばいだったというところは、月末、週末での動きはこれ、致し方なかったのかなというふうに思います。ドル円レートの方もですね、これもちょっと大きく動いているようでは見えますが、これ、10銭幅ぐらいしかありませんので、高安105円、106円の50銭から106円の現在が30銭、大体20銭幅ぐらいの動きというところでしょうか。中値が今日は月末、そして週末での30日ご当日ということで、来週の月曜日、もう50前から申し上げておりましたけれども、北米市場、レイバーデーでお休みでございますので、ドル手当、19の方がちょっと、買いの19の方が不足してるんじゃないかというふうにして言われていたんですけども、最終的にはどうやらちょっと輸出余剰の方が強かったようでございます。ちょっと後ほどご案内させていただこうかとは思いますが、今夜のロンドンフィクシングでもそうしたですね、余剰分のドルがちょっと持ち込まれるのかなというふうにして見ております。さて、で、本日でございますけども、午前の10時2分からでございました。ラジオ日経さんのマーケットプレイス出演させていただきました。で、ここでですね、ちょっと申し上げなかったこと、言えなかったことというのは、リキアの FX 登場、ちょっとブログのところで書かせていただいたんですけども、もう一つ、先ほどのドルの余剰不足云々というところなんですけども、今週ですね、ちょっと振り返りますと、ドル、かなり前週末比で、対主要通貨で上昇してます。で、それと、やはり前月末比で比べてもドルは結構、そうは言ってもトランプ大統領ドル高嫌だよというふうにして言ってはいるものの、ドルが買われているというところ、そうしたところはですね、米中の通商交渉において、改めてですけども、中国の商務省の方からは、今、そうした、交渉をまたしてるんだということで、トランプ大統領の言ってることを、どこまで信じていいのかなというふうにして言われておりましたけども、ある程度裏付けはできたのかなというふうにしては見てはおりますが、まだ、不透明感はあるというところも、指摘されているところでございます。さて、それを踏まえてでございますけども、今夜、今月最後の、欧米市場、今回の売買シナリオはこちらでご案内させていただこうかと思います。ドル円からでございます。結果として上昇したねというところ。ただし、先ほど申し上げたようにトランプ大統領の米中の関係改善に向けてまだまだ懐疑的な見方も聞こえてくるところでございます。で、今夜でございますけども、中値に向けて、東京市場では中値に向けての実需フローを意識されました。不足じゃないのと言われていたけども、結果としては、余剰が多かった。そうなりますと、こちらのところには示してないですけども、ロンドンフィクシングの時にはまたちょっとそうした動きが出てくるのかなというふうにして、一応警戒しておりますが、基本的にはこの竹部のイラストを指しておりますけども、ぐっと上昇しているところ、この上昇価格帯ですね。要は売ってる向きのショートカバー、ドル売り円買いのカバーというところでの動きというのは、かなり、マーケットのフローがない分だけですね、こうした急激な上昇帯できてしまったんだと思いますけども、そうしたところの買い意欲がどの程度まであるのか、それがちょっと今夜のポイント。この竹部のイラストを指しております。この上昇帯2つありますけども、ここがポイントというふうにして見ております。で、今夜の経済指標に関しては、週間見通しなどでもちょっと書かせていただいたんですけども、個人所得消費支出、この辺のところがですね、ちょっとデフレーターなもそうですけども、個人所得、これの伸びがどの程度なのかというところで期待しております。で、個人所得に関しては、これ増加するんじゃないかと。前月比でもこれ連続10ヶ月の増加見通しでございます。で、昨日の4、6の米国の GDP、改定値、前年前期比のところでは、やはりちょっとマイナスというか、下方修正、そのと、通りになったんですけども、他の部分のところ、個人支出だとかがこれ結構プラスになっておりまして、ちょっとまちまちだったと。そうなりますと、昨日なんで上がったのかというと、じりじりと昨日の夕刻からでございますけども、米国の10年債金利、短期ファンドなどが結構買い戻しを強めていてのドル買いというふうにして指摘されております。さて、ちょっとそうなりますと、ちょっと前置き長いんですけども、こうした経済指標、ここ最近のは予想よりも全部上回ってるよねというところでございましたけども、今週、いよいよというのも変ですけども、今夜は金曜日の夜でございます。フライデーナイトというところでございますので、ニューヨーク市場もですね、ポジション調整に強めてくる可能性がある。そして、9月の1日からでございますけども、つい先だって大騒ぎになりましたけども、米国政権、対中関税課税、これの、発動、実施するというところなんですよ。これもですね、実際に第4弾も実施するのかしないのか、最後の最後まで延期するだとか急に出てこない。限らない。いやいや、逆にとするっていう話になってくるのかもしれませんが、そうなりますと、ちょっとですね、積極的にポジションを調整するというよりも縮小の動き。で、縮小の動きといっても、ドル高になっているというところでは、そのドルロングのポジション一部は縮小してくるのかなというふうにして見ております。で、前置き長かったですけども、そうしたところは週末リスクも含めてですね、様子見でもよろしいかと思いますが、今回の予想レンジ、106円の20銭から106円の70銭。で、106円の65銭で売り待機とさせていただきました。利益確定は106円の20銭、45銭幅狙い。で、アゲンストは35銭リスクだけということで、107円のちょうど。107円のちょうどというのは直近の、上髭がポンと出てますけども、ここのところをさらに超えていくのはちょっと懐疑的ではございますけども、まあ、細かく、リスクは浅めにというところが今回のポイントでございます。現時刻106円の30銭近辺、ほとんど変わっておりません。ちょっと今の水準で買うという、まあ、この竹部のイラストさせてます。上昇体をバックにというところなのかもしれませんけども、ちょっとこの辺のところが非常によく、不透明感強いので、今回は様子見ないしは売り待機とさせていただきました。現時刻においての、時間外10年債金利 1.5% というところで、今日の東京市場時間はほぼほぼ横ばいではございましたけども、昨日の水準が 1.45、1.46% ぐらいからでしたけども、結構上昇してますよね。長期金利の上昇に伴うドル買い、そうした動きもですね、今夜は警戒、そしてこれがまた沈静化してくることによってのドル売り、ヘッドラインニュースなど十分ご注意をしていただければというふうにして思います。東京金融取引所クリック株365、現時点が2万トンで680円水準というところです。で、こちらも様子見ないしは売り待機とさせていただきました。さすがにちょっと2万トンで、まあ、700円台、600円台をポンポンと超えていくにはなかなか厳しいのがこのチャートでご覧いただければ、まあ、イメージだけはですね、共有していただけるのかなというふうにして思います。そこでまあ、米国株式市場、昨日はもうポンポンと上がりましたけども、やはり調整の売りというものが出てくるのかどうか、そして、それと、やはり、これも非常にちょっとややこしいんですけども、米国指標が良ければ、利下げの大義名分はやはりどうしても後退せざるを得ないというところになってくるかと思います。ただし、景気がいいんだからいいじゃないというような話になってくると思いますので、押し引きになってくるかと思いますが、そうなりますと、テクニカル的な観点で2万トンで700円、800円、こうちょっと超えていくのは厳しいんじゃないかというところで、まあ、様子見でもよろしいかと思いますが、2万トンで775円で新規売り待機。買い戻しが2万トンで650円ということで、125円幅狙い、アゲンストは100円リスクということで、2万トンで875円。まあ、この辺のところは、まあ、冷やしの基準を意識してというところだとは思いますけども、まあ、今月の直近の戻り高値ですかね。8月の、まあ、この6日のところ、5日6日ぐーっとこう下がってまいりました。そうしたところからの一旦の戻しが2万1000円ございますけども、2万1000円のちょっと下、その後のところですね、2万トンで850円近辺、この辺のところに、まあ、ちょっとストップがあるならば、そこを超えてというところで設定させていただきました。で、今回改めてでございますけど、米中の通商協議の進展と期待はあってというところだったと思いますけれども、最終的な高安の値幅も5場は、60円ぐらいしかなかったというところでございました。ただし、まあ、今週のところでは、まあ、かなり弱気だった分だけですね、まあ、かなり買い戻しも強まってきたのかなというにして、まあ、この辺は非常にポジティブだったと思います。東証一部の値上がり銘柄数は、値下がりに対して 90% 超。今日は1900銘柄上がってますので、もうちょっと頑張ってくれれば2000いったのになというふうにして思ったんですけどもね。まあ、そうした状況の中では、この辺はもう今日は御の字だったのかなというにして思います。まあ、買い持ちの積み上げの動きはそうは言ってもですね、やはり皆さん警戒していたというふうにして思いますので、ショートの買い持ち、ないしは持たざるもの、今後の通商関係の進展で、持たざるリスクっていうんでしょうかね、関連銘柄のちょっと買い戻しが強まったのかなというふうにして見ております。で、本日でございますが、マイナス強度としてトップだったのがファーストリテイリング9983。これはちょっと、意外な感じでございましたけども、プラス強度としてもですね、それほど S.B.G.9984 がこれ29円強、ファナックが17円強6954。この辺のところで収まったのかなというふうにして思いますが、ちょっとここ、前日とかだったでしょうかね、不動産関連、あとは化粧品もそうだったんですけども、特に今日は、下落した業種というのが1業種のみ、それが不動産だったというところでございますので、この辺はちょっと、逆に、ディフェンシブと見ていいんでしょうかね。この辺のところの昨日の、小筋の反動で、下がったというふうにして見ております。いずれにしてもマーケット、週末の動きの、リスク調整もちょっと、そうは言っても、念頭に置いていて、マーケット進展したのかなというふうにして見ております。週末でございます。ちょっとこちらの方をご案内させていただきたいと思いますのが、週間為替見通し、いよいよ来月9月に入ります。9月2日後、パウエル叩きで読めるドル混迷性の局面と書かせていただきました。パウエル FRB 議長、かなり叩かれてますよね。今日はその辺はラジオでも申し上げたんですけども、その辺のなんで叩くのかというのも、ちょっと推測して書かせていただきました。そして来週の焦点、それと米国の金融政策ないしは財務省の姿勢、そうしたところも改めて整理して、書かせていただいておりますので、ぜひご覧いただければというふうにして思います。さて、今日がですね、8月の最終日というところでございます。今月は暑さの中、そして気象の天候も激しかったので、皆さん本当にお疲れという方も多いかと思います。週末のところはですね、リスク管理の方もですね、お忘れないようにしていただいて、体もしっかり休んでいただいて、9月相場、またこちらの方にですね、しっかりと元気いっぱいエントリーしていただければというふうにして思います。今月どうもありがとうございました。来月もよろしくお願いいたします。以上、8月の30日金曜日の株と為替の売買シナリオでございました。